で、そこからもう始めるので、で、拍手ちっちゃいともう一回やり直しになるので、お願いいたします。はい。では、イベントスタートしたいと思います。皆さん大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ行きまーす。はい。恋のハンディートークはい。ありがとうございます。思った以上に拍手していただいて、練習してないんですけれども、すごくいっぱいいただきました。ありがとうございます。というわけで、この企画はですね、障害のあるなしに関わらず、女子の恋愛の悩みはみんな一緒ということで、気ままに女子トークをしていくというイベントでございます。司会進行は私、YouTube 病気障害ラジオのパーソナリティの石塚が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。というわけで、まこさんはこの企画考えられたということなんですけど、どんなことから思いついたんですか？はい、恋愛の悩みって、うん、障害があろうがなかろうがみんな一緒だと私は思う、まあ、特殊な悩みもあるけど、うん、ほとんどが一緒だと思う。男性に対しての思いとかね、一緒だと思うので、そういうのをお互いに女子同士が悩みを相談し合える機会っていうのがある人はいいんだけど、やっぱない人は世の中にはたくさんいる。なるほど。だからそういう場をもっともっとこういうイベントを含めて作っていくことで、自分のその障害があっても恋愛に対して前向きになれない人とかが、あ、恋愛できると思うとか、なんかそういう前向きな気持ちになってほしいなっていう思いが一番あって、このイベントを開催しました。なるほど。いや、なんかこんだけね、こう集まっていろんな立場でというかね、聞けることもないと思うので、すごい楽しみなんですけれども、一応このイベントはまこさんの YouTube チャンネル現代のもののけ姫まこで配信される予定ですね。そうです、はい、なので若干、はい、あの発言には若干でいいですか、ね、大丈夫、うん、まあ、最悪モザイクを入れる、はい、会場用につけていただいても大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。ではゲストの皆さんに簡単にお一人ずつ自己紹介していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。NHK のバリバラっていう番組ご存知ですか？知らないです。すごい、メモを上げてくれてます。あ、ぜひ。そのバリバラで今 MC をさせてもらってる東よしみです。アズミンと呼ばれています。私は見ての通り先天性の障害があって、粘直性骨髄形成症という骨の病気を持っております。で、あと、まあ、途中で小学校3年生の時に背中の手術をして、まあ、簡単に言えば失敗されて、歩けなくなりました。脊髄損傷。それが原因でだ。そう、まこちゃんと同じで脊髄損傷を持っております。はい、趣味は歌を歌うことで、実はね、違う名前で音楽活動もちょこっとだけさせてもらっております。すごい、はい、よろしくお願いします。アズミですね、よろしくお願いします。はい、では続いて。皆さんこんにちは、千葉エリナです。私は生まれつき脳性麻痺という障害で、手足が不自由で歩けないので電動車椅子になっています。で、日々の生活においてヘルパーさんや家族の支えが必要なので支えてもらってます。いつもありがとうございます。2020年東京オリンピック・パラリンピックの方で NHK でリポーターをさせていただきておりました。で、今日ちょっと石塚さんがかっこよすぎて、脳性麻痺の特性で不随運動ってご存知ですかね、はい、皆さん足が動いちゃう。例えばかっこいい人を目の前にすると、はい、足をバタバタしてしまうなるという、はい、あるので、はい、バーンっていくかもしれないんですけど、障害の特性だなって思って、楽しんでください。楽しむ、それ楽しむ。行かなかったらかっこよくないじゃ。そうだね。そうですね。いや、一回も行かなかったなってみんな思いながら帰るってことですよ。じゃあ皆さん楽しみにしていただければと思います、ね、はい、ありがとうございます。リーナさんですね、よろしくお願いします。はい、では、は
はい、皆さんこんにちは、佐野亜美です。私は先天性四肢損傷という障害を持っていて、まあ、両腕が綺麗になく唯一あるのが短い左足、その先に3本の指があります。この3本の指を使って身の回りのことを行っているんですけど、まあ、エリナさんと同じように日中はヘルパーさんの支援も受けて、で今は6年前に結婚をして3歳になる娘がいます。なので、まあ、私ができる範囲で家事育児もしながらヘルパーさんの支援のもと生活をしております。でまた以前は、いろいろとテレビにも出させていただいたり徹子の部屋だったりとか出させてもらってたんですけど、もう子供が生まれてからもう子育て中心になり、今はですね娘と一緒に YouTube をやったりとか、あとは全国各地で講演活動をさせていただきながらですね、まあ自分のできることということでメッセージを発信させていただいております。今日は楽しいトークをさせていただきたいと思いますので、皆さん一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。あ、楽しみ。アミさん、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこんな感じで、こんな感じのメンツで、これなんか選んだ基準ってあるんですか？選んだ基準いっぱいいるでしょ。いやでも、このイベント自体は、はい、1回で終わらないようにしたいと私たちが頑張りたいんですけど、はい、まず1回目はやっぱり喋れる人たちを準備しております。喋れる人でしょうね。台本がなくても喋れる人たちと、まだでもいろんなこの障害、偏らずにいろんな障害がある人たちをっていうのもありますね。なるほど、はい、ということですね。ありがとうございます。では早速テーマをいきたいと思います。そのいくつかテーマを出していくので、それについてお話をしていこうかなと思います。まず1個目、はい、好きな人に求める条件。ウェイ飲み会みたいな、ウェイって言うのいいですか？はい、じゃあ皆さん好きな人に求める条件ってなんかどういう、ちょっと待って、では結婚してるのはアミちゃんだっけ？エミちゃん。なるほどですね。あ、じゃあそういうのもちょっと考えながら皆さん見てください。はい。好きな人に求める条件。はい。じゃあ聞いていきましょうか。おいから。うん、おいから。おいは、好きな人に求める条件、大体5つくらい。結構あるしね。はい、本当？まず、虫歯ない方がいいから、歯切れない方がいい。はげれない。でもまあ、清潔感も持ってるかな。箸の持ち方綺麗です。箸の、ああ、育ちとかもね、あるからね。そう。で、酒飲んでも暴れない人。飲んでもいい。飲んでもいいけど、なんか人格変わるようなのがいい。ああ、なんか暴力するとか。そう、してほしくないから、はいはい、酒飲んでも変わらない人で、うん、で、向上心、常にこう、成長を求めてる人。うん、はいはい。ことが5つです。結構むずくない？いますか？いや、むしろ人間としては当たり前。いや、まあ。だし、箸の持ち方は、まあ、なんか直せるものではあるけど、ね。箸は結構直せる、頑張れば直せます。うん、そう、だから一番は酒飲んで暴れないこと、向上心があるのが結構難しい。皆さんはどうですか？お酒飲んでどうとか。お酒飲んで、私は眠くなるタイプです。あ、そうなの。暴れない。暴れない。私はですね、腰が強い人。腰？私、うどんとかどうですか？違います。やっぱり車椅子なので、この人だといたら、どこにでも行けるみたいな、ガタガタの場所にでも行けるみたいな、おんぶして、作ってやるよくらいの人と、あと私をお姫様のように扱ってくれる何様？お姫様、うん、かわいいね、かわいいねって言って扱ってくれる人がいいなって思います。でも確かに抱っこは私車椅子になってからできたポイントで、やっぱ自分も姫様抱っこできない人は確かにね、確かに、お姫様制限がかかっちゃうからね。確かに、そうか、確かにね、なんかすぐ骨折れちゃう人だとちょっと困りますもんね。抱っこするたびに折られてるから、確かに労災折れないんで現実的です。現実的ですね。はい、ありがとうございます。
はい、亜美さんはいかがですか？なんかみんなを聞いてて、ね、でもなんか本当に結婚して付き合ってる時と結婚してから全然変われるんですよね。変われる？やっぱ付き合ってる時って本当に理想が行きたいんですよ。楽しくて、なるほど、パパらしくて、笑いのツボがあってとかめっちゃあったんですけど、今結婚して求めるのはもうただ一つ、家族を大事にしてくれる。いや素晴らしい、素晴らしい。なんか自分の家族も、その周りの家族、周りというか、はい、私の家の家族とか、なんていう人を大事にしてくれる人、それが最終的には一番なんじゃないかなと思って。でも今皆さんの聞いてて、もう全部当てはまるんですけど、私もってもちろん言いたい言いたいけど、現実を見すぎてるのかな、今今日は夢を見たいんだ。なるほど、説明力があるよ。でもまあね、そうね。まあでもちょっと今日はあれですよね、亜美さん、旦那さんもいらっしゃるんですよ。そう、でもなんか言いづらいから2時、あ、そうなんですか、ね、じゃあ大丈夫です。なるほど、優しさね。なんかそのみんなとなく優しさはみんな必要かなと思うんですけど、具体的にどういう優しさがあるといいとかあります？優しさ、でも私はまあ、そうさっき言った自分以外の人も本当に優しくしてほしい。あ、なるほど。そうだから、まあ、例えば自分に優しくしてほしいっていうことだと自分の理想を叶えてほしいから、その優しいに当てはまるかわからないけど、まあ、さっき言った直せること。はいはいはい、箸の持ち方、もともとは汚かったです、はい、でもその順位的にね、一番が私の大事なタイプの第一位が清潔感だったり向上心で、5位ぐらいが箸の持ち方だとしたら、その5位の箸の持ち方は直せるじゃん。なるほど、それを直すより頑張りますっていう人はいいし、それこそ私の彼氏さんはお姫様などができなかった、一番初め。おお、でも本当にがっかりして、本当にパワー不足みたいな。そう、筋トレしてくださいって言って、筋トレしたの、筋トレさせて、そう、もうゼロ、床からちゃんとできるように。床から、そう、床からが一番大変なんだよ。床結構大変。そう、でも床からちゃんとできるように、だからその畳の部屋に入ってご飯食べれるようになるほどっていうのもできるし、すごいですね。優しさ、どんな優しさが。私はね、お年寄りと子供に優しい。ああ、うん、大事ですね。大事。あとは自分の家族のことも大事にしてるし、相手の家族を大事にするのは分かるけど、自分のだから彼氏の家族も彼氏が大事にしてる。まあそうですね。自分のお父さんお母さんのことも大事にしてる。行き過ぎるとマザコンとかになるから。私はマザコンでもいいかな。ああ、マザコンでもいい。優しい方がいい。なるほどね。なんか優しい、自分だけに優しいがいい人もいるし、もういるよな、中に。ああ、いいね。けどなんかでも、ちょっと疑ってしまう。疑ってしまう？嫌だ。で、なんかちょっと事前にアンケートも眞子さんが取ってくれてたので、なんかそこの好きな人を求める条件で、なんか皆さんから出なかったのはちょっと近いかもしれないんですけど、まあ、障害や病気に理解がある。ああ、一番はね、我々としてはね。と言いつつ、誰からも出なかったんですか。そんなに重要度は高くないですか。優しさの中に入ってる。くれたらそれはもうありみたいな感じ。なるほど、だんだん理解してくれたらいいかなみたいな。最初から理解するのが難しくて、確かに関わっていくうちに分かってくれたらいいかなっていう感じです。確かにそうですね。僕もなんかこの2年ぐらいその病気障害ラジオっていう YouTube やってて、いろんな方に会ったんですけど、結局なんかみんな一人一人違うじゃないですか。その同じ脳性まひでも違うし、だからそこ知ろうとするのが優しさみたいなことですかね。でも難しいよね、これ聞いてほしくないみたいなこともあったりして。ないね、聞いていきましょう。皆さん聞いていきましょう。ありがとうございます。どんどん聞いてほしい。聞こう、みんな聞こう。
やっぱでも聞かない人の方が多いイメージなんです、僕は。なんで夫と付き合ったかっていうと、うん、今まで出会った人とかで障害があるけど気にしないっていう人がいたんですけど、なんか、あ、障害あるんだねって、え、でも、あ、じゃあこれやろうか、あれやろうか、うん、俺車椅子引けちゃうよみたいな、おーみたいな、じゃあそういう優しさじゃないんだ。なるほどね。別にボランティアの人ですかって思っちゃう。なるほど。じゃなくて一人の女として見てほしいっていうのがやっぱ昔からあって。なるほど。で、夫は自然体だった。なるほど。自然体ね。その自然体で障害を持っている、で足で食事をする、普通だったらびっくりするじゃないですか、足でやるんだすごいねって、うん、口に出した人もいるし、別にそれも嫌じゃないんですよ、あ、そうだよってなれるんですけど、それも自然、あ、この人はこうやってやるんだなっていう、その一人の人として見ているのがイコールも障害を受け入れようとしてくれているその姿、体制がいいなって思いました。なるほど。求める優しさ。なるほど。いや、確かにそうです。ちょっと真逆のことをちょっと次のテーマで聞きたいんですけど、異性に対して冷める現象、冷める現象、蛙化現象、ね、そう、なんかありますか、真帆さん。蛙化現象は、運動音痴な人を見ると私はちょっとダメなんで。なるほど。どのレベルですか。私がもともとすごい運動ができる人だったっていうのが、はいはい、例えばじゃあキャッチボールしようか、キャッチボールしますってなった時にフォームがめっちゃ気持ち悪いみたいな、逆の足上がるみたいな人いるよ、はいはいはい、なんかかっこだけかっこつけようとしてるイメージはきっとあるんだろうけど、すごい気持ち悪いってことも本当に嫌だ。例えばね、例えばそういうことってこと、ないと思ってる自分。ああ、ちょっとドキドキするねこの会話。大丈夫かな。私大丈夫かしらと思います。なるほど、ね。石塚さんと一番初めの時変なところですね。いや言われた。でも変な目がねって分かってしてるからね俺は。めちゃくちゃおしゃれと思ってる。でも似合ってるからいいんだよね。なるほどなるほど。そういう人っぽいじゃん。すごい、うん、すごい皆さんの目線がなんか変わった気がするんですけど大丈夫ですか。まあそうですね、まあ、ファッションもね、その、まあ、似合ってればいいですよね。そう、まあ、好きなの着るのは大事だけど、なんかまあ好きになる人に対してだったら、やっぱこう似合う服を着てほしいなって思います、はい。最近どうなんですか、スタンプとかってどうなんですか、使っていいんですか、スタンプは使っていいんですか、そもそも。いいけど、はい、ちゃんと人会話したいときにスタンプだけで、あ、なるほどね、タイミングは大事ってことだね。そうそうそう、若い人じゃん。なるほど、なるほど、えいなちゃん大好きだよみたいなスタンプ買ってプレゼントしたんですよ、うん、それ送ってくれれば満足です。はい。自分で買って送りました。なるほど、そんなのもあるよ、使えよ。あ、確かに、そのもあるよね、逆に使ってくれる。この前、昨日来てました。すごい、なるほど。そもそもスタンプはありなの、最近は。わかんないですけど。いや、なんかちょっと僕41なんですよ、今年。だから、だからスタンプとかって。嫌だ。嫌だ。もう絶対、まこちゃんに送れないね。え、だから、私は絵文字版あんまり本当は使いたくない。あ、そうなの。自分自身もそうだし。なんかまあ、買った、自分のマコスタンプ買ったことあるけど、まあ、ペコリくらいしか使わない、最後の締めが、まあ、純正のあの、クマとウサギのペコリみたいなのしか使わないけど、そういうとこないね。あ、その最近、そのスタンプじゃなくて、買う絵文字があるじゃん、昔のさ、あ、絵文字も買えんのに、そう。やば。それ、使えんのってなって。使わなくていいんだね。でも、使った人が絵文字を嫌だ。基本、なんか白黒でいい。白黒でいい。80年代、あ、そうなんですね。あ、なるほど。どうですか、夫婦間で LINE とかどうですか。全くないです、LINE は。あ、LINE はしてる。 LINE してない。何をするのって。あー、だって。え、連絡とかはどうしてる。え、行って帰ってくるだけじゃないですか、仕事。そうか、そういう家庭なんですね。朝行ってらっしゃいで行きます。でも帰ってくるときは電話が来るんで。あー、なるほど。でも疲れだけなんで、LINE するって多分私だけが一方的に、うん、あ、
ちょっとこれ買ってきてくれるとか。なるほど。もうそういうことしかなくて。そうかそうかそうか。だから、でも付き合ってる時も、最初すごい長文で、うん、初めは、うん。で、私ちょっと長文苦手で、うんうん、すっごい。付き合っても続くんだなと思ってたら、向こうも苦手だったんです。あ、なるほど。あ、だんだん長くなってって、うんうん、そしたらあの私の夫はなんかねサイト送ってきて、うん、長文同士でずっと続く LINE をね続けていくと別れる率が高くなる短文の方が別れにくいんだよっていうのを遠回しにアピールしてくれた。しんどかったんだね。あ、なるほど。あ、それで短文になって付き合って2年ぐらい経ったら、もう付き合ってるんだけど行ってきますので、お疲れ、お帰り、お休みしかない、うん、うん、なるほど。会った時に話せばいいよねみたいな。確かに確かに、まあ夫婦だしね、毎日、うん、恋愛に対しての悩みというところで、例えば、出会いがないとかいろんな、まあ、障害があるとかそういうことであったりもすると思うんですけども、うん、何か悩みってありますか？いい人がいない。え？そんなことないじゃん。いや、彼氏はいるんだけど、うん、いや、まだ探してるから、まだ常に。すごいこと言ってる。常に探してる。いい人、常にいい人を探してるってか、やっぱり、いい人は結婚してるんだよね、さっき言った。まあ、年齢的にも。年齢的にもそうだし、うん、でも、収入面だってそれなりにやった方が私は嬉しいし、うんうんうん、なんか、でも、いないのよ、いい人が。だからそこが難しい。なるほど。いろいろだからなんかこう項目に当てはまる人がいなくなってきてるっていうか。そう、いない。ああ、なるほどですね。なんかでも皆さん相手がいるんだもんね。そうですね。平野さんもいるから。で、どうやって出会ったの、そもそも。私は恋愛、いや、まあ私も変な仕するからカットすればいい。うん、うん、聞きたいですよね、マンマさん。本人で言ってるよ。あ、私、あなたの顔タイプではございません。あ、じゃあ今も別にタイプじゃないというか、うん、そんなについてはいない。そんなに。そんな顔はどうでもいいっちゃどうでもいいっていうか、昔はやっぱり顔が大事なんだけど、うん、なんか、うん、ずっと3年目みたいな人が、なんか、結果が JSOUL みたいな、エグザイル系みたいな、結果付き合ってってたの。別にそれが好きなわけじゃなかったけど、結果、なんか、ルイともに。なるほど、なるほど、まあそうですよね。なんかそういう気になってたんだけど、今の人は全く、だから小泉孝太郎みたいにさ、ちょっと違う系の。確かに、なさそうだね、3代目じゃない。3代目はやっぱり酒飲んで暴れる。確かに。でも小泉孝太郎は酒飲んで暴れない。確かに。酒飲まない人にそもそも、ね、飲めない人だとかっていうのもあったから、いいな。なるほど。そう、顔は慣れる。おお。名言出ました。今多分編集だったら、顔は慣れる。顔は慣れるね。だから、ね、本当はこの、ね、自分を好いてくれるものとか、そういうのとか、私が嫌なことをだから筋トレするとかさ、そういうのを先生頑張ってくれるっていうのが、そう、言ってもらってることがありがたいと思えって言って、すごい。すごい。いやろう。すげえ、すげえ今 YouTube で聞きたいぐらいのところで、これ全部カットでしょ。ちょこちょこ使いたいですけど。出会いはどんなのですか？私は、あの、マッチングアプリです。うわ、すごい。今流行り。今時だね。なんかちょうどね、なんか今流行りの、あ、ちょっとこれアンケートで来てるんですけど、うん、今流行りのマッチングアプリをしていて、いい人がいて、もういつ障害があって、振る舞いしてることを伝えようか、すごく悩みました。うん、って書いてあります。どうしたんですか？私はもう最初から車椅子に乗ってる職人を見せ、うんうん、てて、うんうん、もうプロフィールにも車椅子ですって書いてやってました。じゃあもうそれは分かった人が来てくれる。あ、そうそう、それは限定でいいねってしてくる人があるから、うん、あの余計なこと言わずに確かに青って言われたら青、うん、私がやってるアプリ結構特殊なアプリで、あのメッセージのやり取りほぼゼロ。どうするの？あと直すが合うやつ。そう。うわ。そうなの。うわ。マッチングしたらすぐ合う系のアプリなので、予約、お店の予約とかも、
運営側がやってくれた取引で、そんなことしてくれるの？そう、でお店で直接始めまして、すごい、あってそこでようやく自己紹介して喋って、おで、あとはもうそこから先はもう自分たちで好きなようにしてね。そうだね。一人目？一人目。すごい。それなんか、なんて言われるんですか？ダイン。あ、ダインね。知ってる。有名だ。初めまして、マッチングアプリのめんどくささんって、いや、何人もの人と同時に、初めまして、一番好きなドラマなんですか、映画なんですかっていうのがめんどくさいね。めんどくさい。なるほど。そんな暇ないしね。それで結構、アプリとかでしてて、私。アプリこう、何回も違う種類のアプリを、いくつか、ね、違うやつをやって、疲れちゃって、あ、それがあるから、そのもう会うだけみたいなのにしたんだ。もうやめよう、全部やめようみたいな。すげー。全部やめて、でもさ、それでさ、会ってからのこのさ、良くなかった時のあれはどうするんですか？だからもうそこで終わりなんですね。取らなきゃ、そういうこと終わればいい。そうか。私はいいなと思ったから LINE しましょうってこっちから言った。直的こっちから言って、で、あ、はいみたいな、で、来週空いてますかってこっちから誘って、で、毎週なんか会って、2週間後に付き合ったんですけど、で、告白はこっちから、あ、ね、私からしました。なんて告白したの？ヒロさんって言うんですけど、ヒロさんの彼女になりたいです。あー、それ、かわいい。かわいい。で、なんか2週間だったから、早くないみたいな。早くないよ、早くない、で、ちょっと始めてみようって言ったら、関西弁で言ったら、それ言ったら、初めて見た。さっきと言い方違いますけど、言ったら、始めてみますか。